現在、日本と同様に韓国で導入されている F-35A ステルス戦闘機の機密情報が気になるところだよね。一応米兵が24時間張り付きで監視している状況であるのと、韓国仕様は外側だけが F-35A 戦闘機だから、そこまで気にしなくてもいいのかもしれないな。今回は、日米ともに韓国政府を信用していないのが現実であるというところを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の航空自衛隊も調達を進めているアメリカのロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を、一応新日の大統領に代わったとされる韓国においても40機を目標に調達中みたい。韓国では当初総数60機もの F-35A の調達を検討していたようだけど、金銭的に無理が生じて現在は40機に下方修正しており、2019年から2022年にかけて40機調達したよ。そのうちの1機は2022年1月、飛行中には首都衝突したというバードストライクが起き、その修理費が新品を購入する費用を上回ることから廃棄処分が決まり、現在は39機を運用しているところだな。すると、韓国防衛事業庁は2023年12月27日、軍の次期戦闘機導入二次事業としてアメリカ政府と F-35A の追加購入契約を同月8日に締結したと発表し、2027年から新たに20機の F-35A を配備するらしい。この二次事業で追加の20機が配備されたら、韓国空軍が保有する F-35A は59機へと増えることになるわけだが、韓国防衛事業庁は追加導入する20機に関して現在運用中の F-35A と比較し、脅威への対応、暗号保安、武装などの性能が大きく向上すると説明していたね。いわゆる F-35A の兵装の搭載量が既存の 1.5 倍に増え、レーザー誘導式の精密誘導爆弾 JDAM など新たな武装もできるというわけだ。また同庁の韓巡飛行空機事業部長は次期戦闘機二次事業によって、韓国型三軸体系の完成度を高められると期待すると語っていたぜ。韓国と停戦中の北朝鮮が保有する核ミサイルへの対応体制である韓国型三軸体系とは、1ミサイル発射の兆候を探知して先制攻撃するキルチェーン、2発射されたミサイルを迎撃する韓国型ミサイル防衛体系 KMD。3北朝鮮から攻撃された場合に司令部などに対して報復攻撃を行う大量反撃報復 KMPR の3つから構成されているよ。つまり高性能ステルス戦闘機はキルチェーンの中核を担うことになり、監視は一時事業で導入された F-35A の性能を改良する事業も準備中であるとも発表していたぜ。このような状況で韓国は軽空母の保有計画も表明しており、その確定の是非はまだ判然としないが、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な F-35B の方も20機程度の調達を目指す方向で動いているね。2022年5月にユン大統領が新たに就任した半年後の11月に米韓両軍が実施した大規模航空訓練ビジラントストームに参加するため、米海兵隊の F-35B が4機、朝鮮半島南西部に位置するチョルラ北道にある在韓米空軍の郡山基地に着陸して北朝鮮を威嚇したんだ。一方で日本の現状としては、F-35A を105機、F-35B を42機調達することを閣議決定しており、この保有数は今のところ本国アメリカに次ぐ2番目の多さだな。韓国が F-35B や軽空母建造の方向性を急いで打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいとも言われていたぜ。しかし、事実 F-35B は世界的に見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きもあり、この韓国の追加購入はロッキード・マーチン社からすれば、ある意味でネギを背負ったかもである韓国は軽空母の開発に先立ち、アメリカに設計の前提で必要となる情報の開示を求めていたが、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せていたようだ。もともと韓国は現在保有している独島級強襲揚陸艦の後継艦として、空母でなく従来の3万トン級の大型輸送艦建造であると表明していたが、
これは中国を刺激させない表向きの配慮だろうと言われていたね。しかし、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を明らかにしたことから、その対抗策として考えたものであれば中国の機嫌を損ねることなく、韓国は大手を振って空母保有が可能と考えたんじゃないかな。日本のように4州を広い領海で囲まれているからこそ、中国の脅威に対して防衛には限られた九州や南西諸島の陸上拠点からだけでなく、新たな海上拠点となる出雲加賀によって運用される F-35B の必要性も納得がいくものだけどね。ただでさえ、F-35 ライトニング2戦闘機はステルス性能を向上させるために燃料搭載量が限られており、それは B 型だけでなく A 型に関しても従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須であることを理解しなければならないな。それでも韓国の領海の広さは日本の 10% 程度と少なく、仮に北朝鮮の領海を含めたとしても 12% を超える程度であり、有事が起きても十分に陸上の飛行場からの F-35A の航続距離行動半径に収まると思うぜ。もちろん政治的に韓国内で承認されるのであれば、日本側が別に口出しすることでもないのだが、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは懸念されるってわけだ。実はイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型ともに調達を進めている希少国の一つであり、それに輪をかけるかのように新型コロナウイルスの影響で中国経済の援助にますます依存しつつあったんだよね。韓国は規制された F-35 ライトニング2戦闘機をアメリカから購入しているだけだが、日本と同様にイタリアはヨーロッパ各国向けの同機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点、FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトラインの承認を受けているよ。もしかすると、イタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する情報が中国へ漏洩する危険性が高いのではないかと疑われ、その意味で日本にとっては脅威と感じてしまうよな。イタリアの件で触れたように日本でも三菱重工業が主となって、愛知県の南小牧工場内に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO を開設しており、アジア地区における同機の整備を担当しているぜ。機体に搭載するソフトウェアを更新することで最新の能力が追加されていく F-35 ライトニング2戦闘機は、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ず FACO で実行するように定められているわけだ。確かに韓国はアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国であり、政治的には親日となりつつあるとは言っても日本にだけは自国の同機を持ち込むことを拒んでいたため、2024年4月に韓国の防衛事業庁は F-35A の重整備について米国側と国内実施で合意したよ。ジョンジュ空軍基地内に設置される施設で2027年末から重整備が開始されると明かし、フィンランドに続き韓国も自国機向けの整備権限を取得した形となっているね。韓国は空軍が運用する F-35A について日本以外の MRO&U で重整備を受けると再三主張していたが、NHK は2020年7月三菱重工業の F-35 最終組み立て施設 FACO の MRO&U 運用が正式に始まったんだ。防衛省の説明によれば在日米軍、在韓米軍、韓国空軍の F-35 も受け入れ予定で年間30機以上の重整備を受け持つと報じたな。これについて韓国側は F-35A の整備について決定を下すのは韓国軍であり、日本の MRO&U 利用に関して日本や米国からの正式なオファーもないと否定していたらしい。韓国メディアも空軍が重整備を直接行うことで決まったと報じているけど、中国への情報漏洩の懸念が払拭されたわけではないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国では2022年5月に現在のユン・ソンニョル政権が誕生。それまでのムン・ジェイン政権の言ってきた新中国及び北朝鮮との融和的な政策からは脱却。ことに安全保障面ではアメリカへの回帰が明確になっているね。これに合わせてアメリカを唯一の同盟国とする日本との関係も、ユン・ソンニョル政権が誕生した際には、
これまでの度重なる反日的な動きが緩和される方向に向くのではと期待する声も日本では多かったな。でも実際のところはどうなんだろうね。今回は竹島の南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、確かに前文在寅政権に比すれば、現ユンソンによる政権は反日的な動きや政策を改めてきているとも言えるんだけど、それでもまだ排他的水域をめぐってのトラブルは現在進行形で発生しているよ。今も韓国側が不法に占拠し実効支配を継続している竹島韓国名独島の周辺の海域を管轄しているのは、日本の海上保安庁の第8管区海上保安本部であるが、同本部によれば竹島の南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行したことが報告されたんだ。今回の件は2024年6月6日の午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの期間、竹島からおよそ 69km ほどの距離にある南方の日本の排他的経済水域内で発生。韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する船舶の船ヘヤン2000が実施したとされるね。この期間に当該の日本の排他的水域内において、この韓国の国立海洋調査院に所属するヘヤン2000はワイヤー状の器具を海中に投下して何らかの調査を行ったとみられ、この行為を発見した海上保安庁の第8管区海上保安本部の巡視船が無線による警告を発したというぜ。日本側の見解としては当該海域は日本の排他的経済水域内であり、事前に韓国側から日本側に了解を得ていない調査活動は黙認できないため、海上保安庁の第8管区海上保安本部の巡視船は直ちにその行動を中止するように継続してヘヤン2000への警告を行ったらしい。しかしこうした日本側巡視船から無線による中止の警告を結果的に韓国のヘヤン2000は無視し、発見からおよそ1日半もの間、当該の海域におけるワイヤー状の器具による調査を継続した後、ようやく韓国側の海域へと戻ったわけだ。海上保安庁の第8管区海上保安本部からの同事省の発生報告を受けた日本政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使へ、三木中韓公使が韓国外務省へと抗議を行っているが現時点で韓国側からの声明等は確認されていないみたい。個人的にはこうした事態の発生に対し、海上保安庁が現場で情報を収集しその内容を各関係の省庁に報告、内容を確認した上で政府が対応を決定、外務省を通じて相手国、今回のケースでは韓国に抗議するという、当たり前の対応がなされたとは感じるな。しかし今に至るまで韓国側から、内容はどうであれ何の説明もなされないという時点で、こうした問題を見るにつけ、本質的な意味で日韓両国の関係が少しずつでも前向きな方向に変わってきているとは到底思えないぜ。したがって韓国で2022年に現ユンソンによる政権が誕生した際には、日本の一部の大手マスメディアでも日韓関係の改善に期待するという論調が多数散見されたが、改めて楽観論は禁物だと思わざるを得ないな。そもそも今回も問題の中心となった韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は、これまでも過去複数回にわたって同様な行為を繰り返し行っている船舶であり、いかに政権交代が起ころうとも韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくいよね。確か前回はこの国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は、2022年8月に竹島の北東方面オスの海上のおよそ 100km ほどの位置にある日本の排他的経済水域内で、今回と同様に日本側に事前の承諾を得ることなく、ワイヤー状の器具を海中に投下して何らかの調査を実施しているよ。さらにこの3ヶ月前の2022年5月にもヘヤン2000は、ほとんど同じような日本側に事前の承認を得ていない調査とおぼしき活動を行っており、いわば講じた事案の常習戦で、もちろん発生の度に日本政府は抗議を行っているんだ。しかしいずれもこれも今回と同様に韓国側からは何らの説明もなされなかったと個人的には記憶しており、
その点から推察するに韓国側としては竹島を実効支配していることもあり、その周辺海域は日本の排他的水域とはみなしていないと考えるべきなのだろうな。日本政府のスタンスとしては、韓国に不法占拠されているとしている竹島にしても、ロシアに不法占拠されているとしている北方四島にしても、本来は日本固有の領土であるとの姿勢を崩してはいないが、何ら有効な交渉にはつなげられていないぜ。こうした現実を鑑みれば、今は日本が実効支配を行っており、先住の警備体制を海上保安庁も敷いて警戒を続けている沖縄県の尖閣諸島についても、今後仮に中国側の上陸を一度でも許せば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性は非常に高いわけだ。だからこそ尖閣諸島に関しては、かつては台湾の活動家らが上陸を敢行した事件もあったが、今後中国に同様の行為を許してしまえば、未来永劫そこを事実上の中国領とされてしまうことは明白で、絶対に阻止すべく対処する必要があると思えるよね。そうした尖閣諸島をめぐる日本と中国との間の情勢が、年々厳しさを増す中でも、沖縄本島の大手マスメディアはかつての太平洋戦争での凄惨な地上戦の過去から、反米親中を標榜する態度を未だ改めてはいないよ。その中でそうした勢力を代表する玉城氏が沖縄県知事の座を守っており、個人的は非常に憂慮すべき政治状況だと感じていたが、この2024年6月の沖縄県議会議員選挙では玉城沖縄県知事の勢力はついに過半数を獲得することができなかったんだ。実に定数48名の沖縄県議会で改選前の玉城沖縄県知事らの支持勢力は半数の24議席を占めていたが、改選後には実に16年ぶりに反玉城沖縄県知事を掲げる自民公明の国政与党と日本維新の会の合計で28議席と過半数を大きく上回ったね。これによって玉城沖縄県知事らの支持勢力は20議席を獲得したのみに止まり、沖縄本島で根強かった反米親中路線の政治状況にもようやく中国の台頭を危惧しての、県政に変化を求める世論の高まりを感じさせたぜ。さて沖縄から韓国の方へと話を戻せば、2018年の12月20日、能登半島の沖内の日本の排他的経済水域内の日本海上において、韓国海軍のミサイル駆逐艦のクアンデトデワンが海上自衛隊の P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射した首都圏があったよ。しかし韓国側は主張を二転三転させた挙句、結局この件をうやむやにしていた感が拭えなかったが、最近になって非公式ながら韓国の一部の軍人らが、前文大統領から当該の事象の隠蔽工作を行うように指示を受けたと認めたと報じられたぜ。非公式ながら韓国の軍人の一部からこうした声が上がったことは、当該の事象の発生後になぜそのような行為をクアンデトデワンが、P-1 哨戒機に行ったのかという問いへの日本側の推察が概ね正しかったことの証明だと考えられるわけだ。日本側では当時クアンデトデワンは北朝鮮に便宜を図るべく、同国からの脱北者が乗った船舶を捉えて送還しようとしていたのではないかととの見方があったけど、この推察が正しかったことを示していると思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2024年6月18日に台湾のメディアが、台湾海峡の中間線付近で漁をしていた台湾漁船の漁師が、中国海軍のものとみられる潜水艦が浮上して航行しているのを目撃し、撮影したとされる画像が SNS に投稿されたことを報じたよ。浮上したとされる潜水艦は画像から中国海軍の戦略弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN とみられ、その艦首については094型普及戦略ミサイル原潜とする情報や096型東急戦略ミサイル原潜ではないかとする情報が錯綜していて、この事件を報じるこれらの記事に漁師が撮影したとされる画像が添付されていないことから様々な憶測を呼んでいるらしい。今回はそんな中国海軍の原子力潜水艦が台湾海峡を浮上航行した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
さて、094がタス進む旧弾道ミサイル原子力潜水艦は中国海軍における主力の戦略ミサイル原子力潜水艦で、2007年に一番艦が就役して以来2020年9月までに4隻が運用されていて、さらに2隻が浸水して偽装中であることが確認されているよ。艦体の大きさは排水量1万2000トン全長137メートル最大幅 12.5 から13メートルとされ、最大速力は20ノットおそらく水上航行時で乗員は140名、西側諸国の分析によれば、094型原潜は初期型の094型が2隻と回収された094A 型が4隻すでに保有しているとみられ、その後は現在建造が進められているとみられる096型等級原潜2隻を合わせて、中国海軍が8隻の弾道ミサイル原潜を保有するとされているね。米国防総省が2020年9月1日に発表した中国の軍事力についての年次報告書。2020チャイナミリタリーパワーレポートの中においても、中国海軍が2030年までに、現在運用中の094型普及戦略ミサイル原潜と開発を進めているとされている、096型等級戦略ミサイル原潜を就役させるとする記載があり、その開発は着々と進められていると見られているんだって。094型戦略ミサイル原潜の兵装には、魚雷発射管6機と SLBM 発射装置垂直発射システム VLS が12機搭載されていて、射程 8000km 以上の巨波ミニ型 JL2A1万3000、1万4000km とされる JL3 を発射することが可能だな。そして096型等級戦略ミサイル原潜については、弾道ミサイル発射用の VLS が094型が12機であるのに対して、倍の24機に増強されており、搭載する弾道ミサイルも最新型のものが、搭載される可能性があるとされていて、大きな脅威となると見られているぜ。ただ、096型等級は2024年時点ではまだ開発段階にあると見られており、ここまでのところ建造が終了して浸水した、あるいは秘密裏に浸水して偽装が完了したといったような情報はなく、今回目撃された原潜は096型ではなく094型であろうとの見方が広がっているらしい。これらの報道を受けた台湾国防部国防省のウェリントン空国防部長国防省は記者会見で、国防部においては状況を把握していると述べて事実であることを認め、台湾の離島である澎湖島から出漁した漁船の漁師が、18日早朝に台湾海峡の中間線付近で操業中に当該原潜が浮上したのを発見して撮影し、その後、中国海軍の水上艦艇が現場に現れて原潜と共に中国大陸方面に航行していったとしたよ。水上艦艇が駆けつけて原潜が浮上したまま航行していたとの情報から、軍事専門家やインターネットの軍事関係サイトなどでは、中国海軍の原子力潜水艦は故障したために浮上したのではないか?との指摘が多く挙げられているけど、台湾の炭鉱大統合戦略科学技術センターの楊泰元研究員はこのことについて、原潜が故障したようには見えないとして、故意に台湾海峡の中間線付近に浮上することで、同海峡における中国の主権を誇示したのではないかとの分析を示したんだ。台湾国防部でも中国による威嚇である可能性を否定せず、故国防部長は、中国は台湾に対して絶えず軍事的な嫌がらせや敵が武力攻撃と判断しにくい手法で圧力を加えてくるとして、いわゆるグレーゾーン作戦や認知戦を仕掛けてくると指摘し、警戒意識を十分に持つべきであるとの認識を示したよ。また中国が台湾に対して一方的な現状変更を試みる可能性が常に存在していることを理解する必要があるとして、このような事象を怖がってパニック陥ることなく毅然と対応するが、挑発に慣れてしまうことは避けなければならないと強調し、台湾政府は冷静かつ理性的な思考によって台湾海峡情勢に適切に対処しているとして、中国に対してはトラブルメーカーになることの内容を強く求めると語ったな。台湾海峡において中国海軍の原潜が浮上航行したのは今回が初めてではなく、2021年にも094型普及原潜が海峡を航行したことがあったぜ。2021年11月29日に軍事専門家のブログにおいて、
欧州のオープンソース衛星画像サービスであるセンチネル2号が撮影した、台湾海峡の衛星画像に、浮上航行中の中国海軍の094型浮球、弾道ミサイル原子力潜水艦が映り込んでいるとする書き込みがあったね。この際にも原潜故障したとの説が持ち上がった一方で、軍事専門家の間では、弾頭ミサイル原潜が母港などの自国領海外で浮上航行してその位置をあらわにすることは前代未聞だ、との声があり、故障によって潜航できない何らかのトラブルが発生した可能性があるとの見方も示されていたみたい。隠密行動が常である潜水艦が、航海上を浮上して航行することは珍しいというよりほとんどありえないことであり、ましてや燃料補給の必要がなく長期間の潜航が可能で核弾頭を搭載した戦略弾道ミサイルを搭載してその時を待つ、戦略ミサイル原子量潜水艦が、台湾海峡の中間線上で浮上航行するには何らかの理由があるはずというのが大方の軍事専門家の見方だな。中国の原潜が航海上で浮上した例といえば、2018年1月10日に海上自衛隊が宮古島東北東の領海への接続水域を、北西方向に潜航する潜水艦を発見し、海上自衛隊第5航空軍所属の P3C 哨戒機と護衛艦が2日間にわたって、当該潜水艦追跡と監視を行ったものの、当該潜水艦は尖閣諸島の接続水域も潜航した後22日午後に尖閣諸島の、北西の公海上で浮上して中国海軍の093型小級攻撃型原潜であることが判明し、その後セールに国旗を掲げて航行しているのが確認された事件があったよ。中国海軍の093型小級と呼ばれる攻撃型原潜は、排水量6000から7000トン、全長106メートル、全幅 11.5 メートルで、魚雷発射管から発射される長射程の対艦巡航ミサイルを搭載しているんだ。この093型攻撃型原潜がなぜ浮上して国旗を掲げて航行したかの理由については諸説あって未だに定かではないが、一つには今回の戦略ミサイル原潜の浮上目的としても考えられている中国の主権の主張や威嚇であるとする見方があるみたい。しかしながら主権の主張をすることが目的であるならば、アメリカ海軍が南シナ海や台湾海峡で実施している航行の自由作戦と同様に水上艦艇を航行させればそれで済むことであるとの指摘があるな。また事故や故障によって浮上せざるを得なかったことも考えられるが、中国海軍の水上艦艇が駆けつけたものの、093型原潜が浮上した後は普通に航行していたことを考えればそれも可能性は低いってわけだ。それらのことからこの浮上航行については、093型潜水艦が海上自衛隊の対潜哨戒機や護衛艦、さらには潜水艦によって2日間追い回された挙句、攻撃される危険を感じて浮上したのではないかとする見方が広がっていたらしい。今回の件についても、浮上した後に航行を続けていたことから故障していたとする説は考えにくく、台湾海峡における中国の主権を主張するために浮上したとする説も、中国海軍が保有している3隻の航空母艦などの水上戦闘艦艇をその海域に派遣すれば済むことであり、本来隠密行動を取るべく戦略ミサイル原潜を晒す意味はほとんどないと見る向きもあるぜ。そして、ここまで台湾軍の対潜哨戒機が追跡したかのような発表も報道もないことから、台湾海峡を潜航していた戦略ミサイル原潜に対して西側諸国の潜水艦などによる何らかのアクションがあり、原潜が危険を感じて浮上せざるを得なくなったのではないかとする見方も出ているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。